矛盾のある展開に不満を漏らす評論家たちの反応集。うんこ。ザオ音が短期で飛べるならこの前の地雷原突破訓練はマジうんこだと思ったが、そういう予測は裏切ってくれよ。本当にクソアニメだな。先週のは地球の重力下での訓練で、今週のは低重力下での決闘では、萌え豚にこびないように頑張ってるアニメ。良くも悪くもチェーンソーの方が信者もアンチも盛り上がってるな。ガンダムだから見てたけど、今日放送日だと忘れるくらい興味もなくなってる。本当に花男言われてんだな。どいつもこいつもファンネルファンネル。もう本体ロボットである必要なくね。富野が V ガンダムでファンネル出さなかった理由について。富野、戦闘シーンが単調で同時がばかりになる、つまらない。これだもん、なのに彗星はファンネルファンネル。ガンダムタイプを裏で研究してるのは当然だと思うけど。それを学生同士の決闘で堂々と放り込むとかバカしかいねえの。決闘でちゃんと殺傷力がある武器使わせんのが平気なのにガンダム登場者の生命倫理問題とやらを追求する謎。同じグループ企業間の技術開発に関わる話なのにわざわざ子供がセッティングしないと模擬戦もできないのくさ。意味のない遠回りが多すぎるクソアニメ。エランのガンダム許されるならエアリアル無罪だろバカかよ脚本。今回も炭治郎が、僕は君と違う向き、ってシーンから逆算して脚本作ったなこれ。相変わらずうんこだ。でリング出番だぞ何やってる。エラン拘束はよ。タヌキ泣かしやがって許さん。すべてのガンダム否定したはずなのに身内連中次々とガンダム作ってる。で、リング総裁マジピエロ。シリスゴミ系学園ファンタジー。美少女動物園扱いされているのに肝心のキャラデザがちっとも可愛くないって指摘されていたのは笑った。AGEFX でも感じたけどファンネルが必殺技しまくってるとつまらんなと思う。まだ見てないけどゴミ脚本&また矛盾増えてるみたいね。エランもやはりというかスポット当たったら株が下がった感ある。いきなり、鬱陶しいよ君は、とか言い出したあたり。ああやはりこういうやつかって、大河内ってキャラドキュンにするしかできないの？新しいガンダムとか言いながらもう強化人間ネタかよ。ファンネルといい発想が貧困すぎないか？ガンダムダメなのにガンダムコピーみたいなの出てきて強化なんちゃらとかプロローグがコントに見えてきた。これで深い話と感じれる連中羨ましいわ。まだ本店で芋ケンプ食べてないよね。あの設定画は何なんだろう。彗星の魔女では今までのファンネル、ビットをドローンって言うの。ドローンは基本的に自立飛行するからパイロットが脳波コントロールするファンネルとは違うよね。リモコン操縦してもドローンはドローンだぞ。畑に農薬撒いたり橋の点検したりしてる。つーかお前らクソどもクソと言いつつ見てるんやな。面白い人種やね興味出走。で、リングって無能なの。今回の新型モビルスーツ見て変な会議しないの。ヴィラン座を売る気があるなら殺人もしっかりすべきだと思うんだが、そんな気は微塵もないようだな。決闘前に腹くと廃棄されて何やってんだこのバカ友っていう展開まだかよ。もう主要キャラのあだ名決めよう。グエルはとりあえずアホボン。棒人間で代用できる虚無な存在にニックネームをつける価値なんかないから好きに呼べ。エラン、性格の悪い炭治郎。性格の悪い炭治郎わら。腹くとの中には炭治郎の妹の脳みそが入ってるってことになるな。グエル、俺がエランに勝ったらエランはスレッタに近づくな。まあわかる。エラン、僕がグエルに勝ったらスレッタは僕と決闘しろ。さっぱりわからない。4話は尺稼ぎの全くいらない話だった。3話の次が5話見ていい。1vs3 で決闘とかどうなってんの？そんなの決闘なのか？エアリアルの扱いって結局放置されたままだよな。で、リングが認めるとか言ってないよね。本当にこんなことが続いていたらガンダムコンテンツおかしくなるで。私なんかにそんな、ハワは、軽主人公スレッタが男女問わず愛される。って、要素、をやりたいだけでシナリオがまるで伴ってないのだな。そのあたりの恋愛の二次創作の方がまだしっかりしてる。なんかグエルがビットに対応できてたって意見をちょくちょく見かけるけど5話をどう見たらそういうことになるんだろう。作画の努力に比して脚本周りの連中はクソだらけだな。誰もこのクオリティにことを唱えてない。カップクリアに乗っ取られたアニメ。もっと正確に言うとグエルクリアに乗っ取られたアニメ。やっぱ女は DV 男に優しくされると惚れるって本当だったんだなわら。決闘中は何でもありで賭けの対象は制限なし。こんな戦国時代よりひどい学園によく通うなと思うわ。ここまでスレッタが決闘を受ける理由が1ミリもないのがすごいな。これでミオリネがしれっと事前にハラクトに強化バーにかすみ吹きかけたらちょっと笑ってやってもよい。グエルはなんでタヌキに固執してるん？賭けってのはフェアじゃないといかん。前のグエルもいい加減不公平だったが今回は家族の命がかかってるからな。決闘はウテナパクリで背景説明なんもないから意味わからん。てか外に出ないままワンクール終わる気かこれ。ウテナは戦う理由があったけどこれはないからな。ルール無用のサバイバル学園はなろうでやってくれない？
あまりにひどすぎる。決闘で他人の選択権をかけるのがそもそも無茶苦茶だし、相手の BET するものに見合ってないのはさすがにアウト。だったらお前負けたら頭ぶち抜いて死ねよ、くらいの案件。というかシナリオが本当にひどい。あまりにひどすぎる。キャラの性格が異次元。本当にひどい5話だった。